はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、カクテルパートナーのバイオレットフィズでございます。バイオレットフィズのバイオレットは、スミレのこと。スミレリキュールをベースにした紫色が映える、華やかな香りの昔懐かしいカクテルです。昔懐かしいんだ、これ。果汁が 1.1%、アルコール分が 4%。レモンとスミレリキュールのカクテルってことですね。スミレリキュールなんて聞いたことないですね。初めて聞いたんですけど。そんな、やつあるんですね。スミレリキュール、ああ。乾杯。ああ。すんごいな。すんごいなんか、香料が。うわ。おばさんのなんか、匂いの味みたいな。すごいわ。めっちゃすごいわ。うん。バイオレットリキュール。うわ。強烈やな、この匂い。スミレの花の香り漂うリキュール。ヘルメスバイオレット。はあ。なるほど。なるほどね。あ、なるほどね。美しいスミレ色でデリケートな口当たりを持ち、その上品さ、華やかさ、優雅さから飲む香水、パーティーの花。などと称される女性に人気がありますと。うん。これはなかなか珍しいですね。そもそもこういう味のものを飲むというか、香ること自体まあないんで。香水自体俺使わないですからね。はあ。これは、あれでしょう。飲む価値ありですね。いろんな意味で。うん。これはね、普通に暮らしてると、わかんないですね、こんな匂いね。そうそうなかなか、来ないですね。こんな匂わないです。うわって感じ。
確かに昔懐かしい。うん。昔だとこんな匂いのやつ、香水つけてる人結構いたんかなって。あのね、あの、まあ、いわゆる、団塊の世代とか。うん。これはなかなか珍しいですね。スミレリキュールなんて聞いたことない。初めて聞いた。だいたいスミレって何それっていうレベルの人間なんで。うまいってわかんない。ね、同じ色だったアジサイとかね。だとまあわかるんですけど。やっぱこの紫色っていうのは、前見たことありますけど、なんかね、かなり人気がない色らしいです。なんか、確か異性がつけてたら嫌な色。俺が男だから、まあ、女の子が紫色の何かつけてたら、紫色の服着てたらあんまりいいイメージはしませんね。うん、なんかババ臭い。まあ、それはまあ、うん。確かにおばさんとかがよくつけてるイメージはあるんですけど。紫色のものを身につけてる人はあまりいない。で、逆につけてて一番なんか好感触なのは、意外にも白らしいですね。白。確かに、女の子が白着てたらすごいなんか、天使みたいになるじゃないですか。男はどうか知らんけど。男はもう完全にあの、俺の中だと、あの、ホスト、ホステスみたいな、イメージしかないんですけど。なかなか白って着れないんですよ、ね。うん。だからあんま白の服って、あんま買えない。買ってもね、あの、黄色く変色しちゃうんですよね。うん、大体の場合変色するんです。黄色く変色するんで、きつい。確かに、紫って、なんか、怪しい感じがしますよね。なんかね。なんか、いろいろと。
イメージとしてやっぱり、なんか、怪しい。なんか、裏があるみたいな。魔女がつけてるみたいな。そういうイメージなんだろうな、結局な。まあ、色っていうのは、なかなか、大事だなという。うん。思う。今日この頃です。ね。でもまあ意外と、汚くはないですよね。少なくとも汚くはないんですけど。なんかな。まあ別にいいんですけどね、その色。どんな色の服着ようが、まあ。なね。なんかついてる。構わないんですけどね。結局はまあ、イケメンに限るみたいなね。ただしイケメンに限るみたいな。のになっちゃうわけですよね。そこが若干悲しい、ブサメンの俺にはちょっと悲しい現実という。でも意外とね、まあ意外とっていうかね、あのあれですよ、ブサメンの人もあれですよ、ブサメンの人に朗報ですけど、あのイケメンってやっぱりね、嫌いな女の人もいるみたいですね。うん。今日 SNS で、あの、チャットしてた女の子と、に、あの、の曰く、やっぱり、裏があるって。裏。なんか、裏がありそうな、みたいな。そういうイメージがあるらしいですね。やっぱり。だからイケメンは嫌だ。イケメンは怖いとかなんか言ってましたね。ちょっと待って。その子からメール来た。よ。切ったかな、切ったかな。来てないパターンかな。あ、これ来てねえな、これ多分。うん。来てないですね。まあ、関係ないですけど。あ、来てた。結構ね、最近ね、あの、関係ないけど、黒髪のね、あの、ショコタンが黒髪にしたじゃないですか。まあ、したんですよ。知らない人に言うと。それがむちゃくちゃ可愛いんですね。やっぱりショコタンは黒髪じゃないとダメだなと。ショコタンは、今まで結構、うん、やっぱり、髪染めてたんですけど。うん。今ってやっぱり髪染めてる女の子が、まあ9割9分、9輪ぐらいいるんですよ。ガチで。だから逆に考えて、ね。
逆にちょっと絶対、あれなのは黒髪の方が絶対ね、あの目立つと思うんです。逆に 100% 目立つ。まあ、黒髪っていうか、まあ、つまり染めてないパターンですね。あ、これめちゃくちゃ可愛いんですよ、ぶっちゃけた話。ショコさんがね、ブログでね、黒髪をね、あの、写メアップしたんですけど。黒髪ってことはつまり普通に戻したってことですね。で、あの、確か外人が言ってたけど、日本人はなぜ、あの、黒髪で綺麗な髪にしてるのに、いちいち髪を染めるんだっていうことを言ってるんですよ、やっぱり。俺も本当によくわかんないね。で、なぜ黒髪にしないのかっていうと、だいたい女の子の場合、なんか、垢抜けるとか、そういうこと言うんですよ。垢抜けるとか。わけわからん。垢抜けるって。関係なくねって。垢抜けるってそれおかしい。しょ。ねえ。いや別に赤ついてるわけじゃないんだからさ。うん。それがいまいちわかんないんだよな。だからね、絶対ね、黒髪の方が可愛い。しかも、ショコタンの場合、黒髪プラスロングだから、さらに可愛いんですよ。ぶっちゃけ。うん。で、なんで黒髪やロングが最強かっていうと、黒髪ってことは、やっぱりロングの方が、髪の面積がでかいわけですよ。それだけ黒髪ってことが強調されるんですよね。うん。で、ツヤツヤしてるんですよ。やっぱり。これやべえだろ。可愛すぎてびっくりするんだけど。この目が、やっぱり、ショコタン大きいから。でね、この髪がツヤツヤしてるのもまたね、うひょーって感じですね。やばい。半端ない。半端ない可愛い。なんだこれは。天使か。ということは、まあ俺は、あれに書き込んだんですよ、ツイッターに。ロングだぜ。腰まであるんだよ。髪が。腰まで。
死ぬほど可愛いでしょ、これ。マジで。こういう芸能人はなかなかいないですね。ここまで可愛い。そう、目がでかい。上に、もう、サラサラの、ツヤツヤですよね。やべえな。やべえな、これ。まあ、気になる人はマジで、しょこたん、黒髪でググってください。マジ可愛いんだよ。死ぬほど可愛いんだから。さすがにちょっと可愛すぎてびっくりするよ。黒髪、しかもストレートっすね。黒髪、ロング、ストレート。これ最強。間違いない。うん。間違いなく最強。最強だね。まあ、ということで。そうだね。このバイオレットフィズは、いろいろちょっと楽しめるんだよ。四つ星。うん。これは、バイオレットリキュールっていう、なかなか珍しいリキュール使ってますんで、それを楽しむっていう意味でどんな味なのかなっていうのを知る有志ではかなりいいんではないかな。それではご視聴ありがとうございました。